今日もミルクと海に来ました。お散歩です。でも今日も偶然なんですけどね、金屋さんで今ご飯食べてたらミルクお散歩してるよって言ってたんで合流しました。公園の猫ちゃんたちにご飯あげなきゃいけないので、あともう10分経ったらもうちょっとここから離れなきゃいけないんですけど、こうやってミルクとお散歩ができて嬉しいです。なミルク、やっぱ海いいな。なんか今日聞いたんですけど、ミルクも大きくなってから捨てられたそうです。マツコもそうだったみたいですからね。でも本当にミルクティーも金屋食堂さんが面倒見てくれて、マツコもね保護されて本当に良かった。ではちょっとミルクティーと海の前でのんびりします。